はい、兵庫。1,2,3,4,5,6,7。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。これ行書体になりますね。こちらも行書体ですが、ちょっと形の異なった行書体を今回は練習してもらいます。次につながるように書いていきます。ですね。少し最初の方はいつものようにゆっくり筆の抑揚をつけながら1,2,3,4,5と6,7粘りのある行書体になります。次につながるようにちょっと真ん中を持ち上げます。長い線の場合真ん中を持ち上げるのが行書体の基本形になります。沈める浮かせる沈めるになります。そして縦側はやはりまっすぐ人差し指でまっすぐまっすぐまっすぐですね。まっすぐ、はい。そしたら次は少しスピードが速くなって、これは抑揚よりも流れを重視で書きますね。なのでまる部分が少なくなります。流れよく書いてみましょう。